あのこれ、あの勇気がいるから。よいしょ、よいしょ、いけたね。わあ、これを後でちょっと使いたいんで、それ最後の最後で、必殺技で。私もちょっとチャーハンとは何ですか。昼ご飯。やっぱ私普段料理しないので、その分もうここで勝負します。ニコニコ遊びたーい。イエーイ。今日はなんと、はい、社長のご自宅。ありがとうございます。今日の企画は料理王は誰だ、チャーハン対決。多分過去最大の多さだと思いますけれども、ね、あの料理自慢を集めての対決というか。なるほど。なんと今日は3人のメンバープラス社長が参戦ということで、なんかものすごい自信があるみたいですね。いや、前回のあの卵焼きの時にですね、絶対俺なんか3人より絶対俺の方がうまい。そうそう、俺の方がうまい。それぞれチャーハンを作っていただくんですけれども、うん、今日審査員が4名おります。ここ初登場の田中友さん、75です。最年長、久留米建設最年 長、久留米建設の母、富田玲子さんですね。お願いします。私が今回も審査員させていただいて、アイドル、女優岩瀬さん、お願いします。味の感じ方とか多分違うと思うので、ね、ちゃんといろいろな世代を集めて、20代、30代、70代、料理の見た目と味の総合判断をさせていただいて、5点から10点、忖度なしにするために私たち料理を見ません。あの誰が作ったかわからない状態で審査をさせていただきます。なるほどね。もうガチです、はい、早速料理対決頑張ります。頑張ります。イエーイ。はい、では私伊沢がお料理させていただきます。ちょっと私人生で焼き飯、チャーハンの素と卵だけでいけるってやつしかやったことないんで、ちょっと頑張らせていただきます。じゃあネギから切らせていただきます。言っときますけど、皆さん材料はみんな一緒に当たりますので、あと焼き加減とかそんな感じで多分味に違いが出ると思いますんで、頑張らせていただきます。では切らせていただきます。結構家庭によってチャーハンに入れる具材も変わってくるんじゃないですか。一応今回は小口店長セレクトの具材となっておりますんで、あの皆さんあしからず。私の実家はチャーハンに魚肉ソーセージ入れるんですよ。あ、私の切り方のポイントは特にございませんないんですけど、あの私バイトがですね、学生の時のバイトがラーメン屋さんだったんですよ、田舎の。へー。なんであの餃子とかも全部手作りであのやってたんですよ、私のバイト先がですね。なので包丁のこういう切るのはあのもうバイトの先であの培ったと言っても過言ではございませんので、すごくあの厳しい店長ですんごいがられてましたけど、今となってもありがたいですよね、こうやって作れるようになってたんで。え、玉ねぎってみじん切りですよねちょっと待って、多分みじん切りだと信じて、私はみじん切りにいたします。ご飯作る時もメガネってするんですか。いや、メガネするでしょうシャワー浴びる時もメガネするんですか。シャワー浴びる時、あ、でもですね、いや、でもする人いますよね。私はまだそこまででもないんで、唯一メガネ外す時は、あの寝る時とお風呂入る時、トイレする時もあのつけさせていただいてよろしいですか社長からメガネの人とキスをする時はどうぞその時は今ちょっと聞きました、あのメガネの人バカにしてません。一人暮らしはどれぐらいですか。4年。ね、すごいですね。いや本当よ、こんなに一人暮らし長いと思ってなかった。もうちょっと早終わるかなと思ってたのに全然終わりませんでした。お料理上手な人は片手ではあるんでしょうけど、私には無理です。背中での理想の旦那さんは適度に距離を置いてくれる人ですあ、好きにお肉行かせていただきますね。はあ、でももう美味しそうなんじゃない。あ、いい匂いする、ごま油の香ばしい匂いがいたします。カリッとなるまで焼きたいな。もういっちゃいます全部。さあ、これ果たして合ってるんですか。ラーメン屋さんでチャーハンは出してなかったんですよね。出してました。要はあの作るのはやっぱその店長といいますかの人が作ってたんで、もう私はあの盛り付けしかやってなかったっていう状況ですね。あ、でも一応餃子を焼くまではやってました。いい感じ。
メガネが曇る。いや、ちょっと待って、卵が先か、卵が先か、卵が先入れます。はい、急げ、急ぐんだ、いけ、いけるんだ。飯を、ちょっと待って、飯を。あ、手まで作っちゃった。あ、かたい、お米が、ちょっと待って、お米がかたい。あの、これ、あの、勇気がいるから。よいしょ、よいしょ、いけたね。あ、見た目も評価するって言ってましたよね。やだな。わ、すごい、私これ初めて使うんですけど、これど押せばいいんですよね。全くしておりません。ゆうかちゃんいきます。イエーイ。じゃあこれを切っていきます。チャーハンは普段作ったりするんですか？チャーハンですか？初めて作ります。バイー。社長に聞かれた。青と白両方使います。これを後でちょっと使いたいんで、それ最後の最後で必殺ワードで。ゆうかちゃんはどれくらい頻度の料理ですか？私はですね、お休みの日に時々作ったり。得意料理は何ですか？チキン南蛮。おお、すごい、本格的ですね。本格的に来たね。なりました。はい、では行きます。お肉がでかかったかもしれません。もう戻れないよ。もう戻れません。戻れませんよ。ネギを入れていきます。あ、でももう美味しそう。戻れないよ。戻れない。はい、入れます。ゆうかちゃんアルバイト経験は？私はあの居酒屋でバイトをしてました。ホールです。なのでご飯はでもあの福岡暮らしをしてたので、その時にちょこちょこ結構作ってましたね。これも目分量ですよね。味見。あ、でもいいかもしれない。あ、美味しいです。終わります。終わります。で、ここが大事なんですよ。入れりのネギをちょこっと乗せると。はい、出来上がりました。どうでしょうか？美味しいと思います。はい、じゃあ作っていきたいと思います。お願いします。料理歴20年の50年をちょっと見せるかなと。なるほど。めっちゃ料理する人の包丁さましい。あ、落ちた。ちょっと待って、いかん。料理は何ですか？炒める系。炒める系。揚げる系。揚げる系。それにその焼き飯合格作ってにも好評と。はい。なるほど。息子は妻よりも私の方が美味しい。焼き飯に対してのこだわりはありますか？熱。熱？高温で。早い。早い早い早い。もう音がいいですよね。大学生の時にお母さんが家に帰ったり帰らなかったりするので作ってくれなくなりました。ここからが変わってると思いますけど、火をつけずに、引かずに均一に火が通るように。例えばお考えがあってのあれなんですか？はい、一回揚げます。硬くなるタイミングを見計らってるんですか？あ、まだ入れないんですか？もっと温まって、ちゃんとこのコンロが教えてくれます。教えてもらってないです。教えてもらってないです。コストコで買ったオリーブオイル。オリーブオイル、すごい。それも言っていただかないの、社長の。おご飯。しない。卵がちょっとふわふわしたいんで最後に入れます。最初じゃない。あ、豚肉忘れてた。
本当はもっと前に出る。ちょっと忘れて。あ、ミスった。ミスった。ついに。カフェ？ちょっと今日は映えってことなんで。選抜メンバーが。これで完成です。あ、ミスった。じゃあ次私作っていきます。私は普段全く料理をしないので本当にもう見よう見まねです。完全にうちの母がこんな風で作ってたようなぐらいの気持ちでやっていきます。私のなんかウィンナーとか入れてますね。なんかいろいろなんか海苔とか入れる時もそうです。なんか結構和風的な。そうですそうです。普段の料理はどれくらいされるんですか？いや私はもう全くしないです。本当にで、なんか今年は1回だけロールキャベツ作りました。いきなりレベルかけんな。あ、めっちゃ目が締める。ロールキャベツめっちゃ簡単でしたよ。すごく緊張する。これやっぱ私普段料理しないのでその分もうここで勝負します。これ温まるの待ちです。なりますか？緊張する。ごま油でいきます。はい、どうぞ。で、私は先にお米入れていきます。なんかキキちゃんは彼氏にお料理をしたりとか。それこそそのロールキャベツはあの誕生日の日に作りました。もうそれぐらい好きな食べ物ロールキャベツなんですよ。珍しい。しかもロールキャベツ食べに行けないじゃないですか。ロールキャベツがあるところってないので。で、卵いきます。あ、めっちゃいい感じですよ、色。でもめっちゃ卵がいい感じに混ざってます。胡椒が微調整をしよる感じ。そうです。火はちょっとあの弱めにしてます。味付けの段階なので。それはどういう花が薄いですかね。多分ちょっと最後に塩コショウ足しておきます。うん、薄いような。私もまん丸めでいきます。と最後にちょっとネギを。オッケーです。いや、なんか薄い気も。